この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は無農薬無化学肥料栽培で野菜作りを行っている倉渕草の会をご紹介します。倉渕草の会ではおよそ40軒の農家が葉物野菜を中心に栽培を行っています。こちらは高崎市倉渕町権田の畑です。和田博之さん、よしこさんご夫妻です。和田さんの畑では150アールの敷地でインゲンやピーマンなどおよそ50種類を栽培しています。倉渕草の会は倉渕 の野菜の生産者が集まってできている団体なんですけども、ほとんどの生産者が無農薬、無化学肥料で栽培をしている生産者団体です。和田さんご夫妻も20年前から農薬化学肥料栽培に頼らない野菜作りを行っています。20年前まで東京の有機農産物の流通の会社で働いておりまして、そこで出会った農家の方たちがとても魅力的だったので、自分たちでも農家になりたいなと思いまして始めました。無農薬無化学肥料栽培は苦労の連続です。天候に左右される点であったり、今年で言えば日照が少なくて雨が続いて、夏なのに寒かったり、なかなか思うようにいかなかったりですよね。台風が来たり大雪が降ったり、そういうところが大変ですかね。大事に育てられ収穫された野菜は東京、神奈川方面へ出荷されていきます。仕事をしてて楽しいという面がありまして、成長の先に収穫があって、で収穫したものを出荷して、それを食べてくれた人が美味しいって言ってくれたり、自分たちも当然取ってすぐそれを食べるんですけども、それがまた美味しくて、そういうのがとてもやりがいがありますね。倉渕に小栗の里道の駅っていうのができたんですけど、そこに野菜を持っていくのはすごい楽しみですよね。それこそダイレクトに売れたか売れないかで私に帰ってくるんです。その日に道の駅にいろんな野菜を持っていくのはとてもやりがいがあります。倉渕草の会では和田さんのような新規就農者の支援も行っています。農業経験のない方も何人もいます。でみんな先輩農家は惜しみなく無農薬の技術を教えてくれますし、そういう先輩を見て我々も育っていきますし、新しく始めたい、これから始めたいっていう人にとってはとってもいい団体ではないかと私自身も思っています。このあと8月後半から9月、実りの秋、小松菜、ほうれん草、株などの出荷も本格化します。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。